今日はもう特になしって感じかな。でもね、やることあったんだけど、なんかどっか行ってみたいな感じの仕事は今日はなかった。まあ、何かに向けてちょっと自分でやんないといけないみたいなやつはあったりするんだけど、まあ、これは決まった時に言おう。自分でこれをやったかって、うん、そう、今日はね、お仕事でメイクさんに会うこともなかったから自分でやった。マッサージは行ってないけど、でも腰ももうほぼ回復したって感じだし、一回治療で電気をこう当ててもらったんだけど、そこからね、うん、そんなにまた大きく痛みがあってって感じにはならなかったから大丈夫。あ、低周波っていうのかな、でも電気って感じだった。な、気持ちいいっていう感じではなかったけど、まあ応急処置って感じなのかな。私はその時も痛くて、もう一歩こう傷んでる話を出すだけで、あーって感じだったから、そう、背中と太ももの筋肉がすごい固まっちゃってるから、上手に使えてないから腰に来ちゃってたんだよって言われて、だからそっちの腰じゃなくって周りの筋肉を電気でほぐすと、まあまず一旦はね、その時のやつは、その時の痛みはまあ柔らかかなっていう感じで、そう、なんかその当日じゃなくてね、握手会の翌日から結構来ちゃったかな。うん、あれもうそんなすぐ来るんだ、気が付きって、そっかそっか。でもちょっと考えて、椅子に座るなりなんだりちょっと考えますわ。私もあと4日で誕生日ね。そうだね、最近大人っぽいね。大人なの、大人っぽいじゃなくて大人なの、私もうっぽいじゃないのよ、大人なのよ。大人じゃねっていう、大人でしょ大人です。声が子供っぽいって喋り方がわざとそうしてるかもわからんよわざとそういう話し方してるかもわからない。今日はそうだね、外出したのはもうさっきの夜ご飯くらい。うん、なんかお出かけする気に全くなれなくて、でもこれから多分強制的に外に出させると思うので、出させられる。何食べたの？カルパッチョとなんか牛肉のなんとかかんとかにもう覚えてない。あとはなんだっけかな、
あ、リゾット食べた。リゾット美味しかった。うん、あー、わかんない。別にそんな人が多い街って感じでも一応多かったのかな。ご飯食べに行ったとかそんなそういうものに左右されないところだったから全く分かんなかったな。どう、みんな今日なんか行った、その騒がしい街行った、なんか渋谷とかさ、うーん、浅草とか六本木、六本木はそうでもないか、原宿とか行かなかったの。家いた？池袋？混んでたの？歌舞伎町行った、だって。やばそう。なんか別にそういうの関係なく人多そう。何しに行ったの？何しに行ったの？歌舞伎町。お、秋葉でおたともと食事。どこ行くの？みんなさ、劇場で。そう、なんかこうやりましたとかさ。あの辺だとみんなどこ食べに行くの？あ、すぐ帰っちゃうか。そんな行かない？おー、チェーン店。え、知らない。美味しいイタリアンある。知らなかった。まあ、知ったところであんま行けないんだけどね。この間さ、すごいびっくりしたんだけどさ、あるメンバーと3人でご飯を食べに行ったのね。そしたらなんかお客、そんなに大きくないお店なんだけど、じゃあお会計しますって言ったら、なんか誰かが払っててくれてて、びっくりしたっていう話。でもその子、他のメンバーはなんかその方はもしかしてあの人だったかもみたいなことを、そう、たまたまなんかお顔は分かったみたいな、まあ、知り合いじゃない、もちろん誰も知り合いじゃないんだけど、そう、お店の人がこの席に座ってた方があって、そう、お客様のお支払いの会計済ませてくれましたって。そう、びっくりした。いや、でもね、絶対ファンの方って感じじゃない。なんかもう絶対知らなそうな感じ。それはなんか、そうだからなおさらびっくりした。ね、そう、なんか全然なってね、絶対違う、絶対違うでしょ。なんかたくさんいる。そう、なんか全然お礼をもう言えずに、なんかそのまま、お客さん帰ってったなーってぐらいにしか思ってなかったら、すごい、なんか俺言えなかったから申し訳ない、本当に。
絶対この中にいないと思うけど、ありがとうございましたっていう。いや、それは何屋さんっていうやつって答えるかでも全然答え合わせできるから、もうそれはもうね、嘘ついたら分かっちゃうよそう、場所とお店の名前と食べてたものが一致しないと思う。さっきさ、携帯開いてネット見てたらさ、ももちゃんがさ、旅行、波動の旅行で旅したっていうのを見て、ほんとなんか何様って感じちゃ思っちゃうかもしれないけど、みんななんかももちゃんずっとこう休みないって、お休みないなってとか、なんかどっか行きたいなってずっと言ってたから、あ、やっと行けたんだ、よかったね、ももちゃんって、すごい自分のことのようにこう嬉しくなっちゃった。なんかなかなかそういうこと表でももちゃん言わないからさ、たと言ってたとしてもあんま大っぴらに言う人じゃないから、あ、やっとなんかお休み取れて行けたんだって、ゆったりとした時間過ごせてるんだと思って本当私誰って感じなんだけどさ、なんかすごい自分もほっこりしちゃった。あー、ゆっくりしてきてねってめっちゃ思ったっていう話。待って、もう家で配信してる、嘘でしょ。帰ってきたの？早っ。ああ、そうなの。うん。私は旅行でって言ったらもう海外かな。なんで海外っていうだけで待って、なんでそれだけでセレブで、ただ夢を語っただけじゃん。まだ実際に行くとは言ってないのに。なんか飛躍しすぎてない？じゃあ何？みんながなんかさ見て可愛いとか言ったらエッチと言う、エッチって言うよそんな話の飛躍しすぎねえもうそういうこと、もうそういう話になってきちゃうよもうえありがとうじゃないのよ。
思議と嫌じゃない、もうダメだこりゃダメだこりゃ。ここで突然の飛躍の年にしようねっていうまあそうしたいところではあるんですけれども、明日はイベントかな。そうです、明日は茨城の県庁のイベントだよ。なんか急なに決まった話で、でもなんか今確認中みたいなこと言っちゃったんだけど、なんかもしかしたらその当初その17時ぐらいから桃鉄をやろうっていうあれで発表されてはいると思うんだけど、そのくらいからだいたいね夕方、なんかもしかしたらその15分とか30分前ぐらいのそうトークイベントにももしかしたらっていう感じで、なんかそれがどっちになるかなっていう感じでなんか揺らいでるから、そうだから私も早くみんなにさ言いたいからさ早く知りたいなってところであるんだけど、もしかしたら可能性としてっていう、あでももともとねやろうとしている桃鉄のやつはあの変更なくて感じなんだけど、もしかしたら15分くらいのうん、トークショー？トークイベントにもんっていうねいろいろ急に決まってきていますがこのドタバタを楽しもうじゃないかというね。うん、桃鉄やったことない。何について話すの？それもまだねどうなんでしょうかっていうところでございまして、わかんないの、まだねそれも決まり次第私も早くみんなに言いたいなと思ってるから、知ったらもうすぐ言いたいって感じなんだけど、でもまずその1割まだちょっと、まあ、可能性としてだけでもちょっと言っておきたいなと思って今言っちゃってるんだけど、うん、秘密にしてるけどむしろもうオープンにしてる方なんだけど、はい明日の話ですは何かついてるの？は？ついてないと思う。食べたものが挟まってるんじゃないかって。え？ついてたなんか。海苔はね食べてないな。ね、エリーちゃんが謎に私の歯を好きって言ってくれてるなんでだろうね。耳のつぼ押し、あこれ違うの、なんかずっとイヤリングしてるとさなんか痒くなってきちゃって、今日のじゃなくて今までのずっと
つけてたやつがなんかずっと後になってきちゃってさ、可愛いからつけたくなっちゃう。うん、じゃあずっと圧迫されてるからさ、あの穴を開けてなくてこう挟んでる感じでつけてるの私。うん、ちょっとねピアスは避けたいところではあるかな。でも本当にもうこれはっていうタイミングが来たら、ね、お仕事でね、そんなことあんまないと思うんだけどね。私古風でも占いとかでもめっちゃそれ書かれてる、いろんな占いで。なんか古風な考えを持っている古典的な女性ってゲッターズさんの方にも書いてあった。ね、そうなんだと思って。でもそうかもしれない。ゲッターズさん、毎年買ってる気がする。なんとかかんとかなんとかかで分かんないよね。なんて言うんだろうあれ。なんかその星座じゃないんだけどいろんなのに分かれて命数って言うんだっけか。私はその枠組みで言うと金のカメレオンっていうらしい。いろいろあるんだよ。なんとかの羅針盤とかなんか。あれ何占いって言うんだろう。でもゲッターズさんが一番当たってるなーと思って。いや木星とかそういうやつじゃなかったの。私は一番当たってたな。金のカメラ、銀とかまで。なるちゃんはだから銀じゃないかな。でもそれでも全然違うの。え、めっちゃ当たる、すごい。あーそう、イルカもあった確か。そうそうそう。信じるっていうか、でも当たってるからすごいなって思ったっていう話。もし何か迷ってる時になんかいい方向なんか示してくれてるものがあったらこれをアドバイスと思ってやってみようかなみたいな、参考にしてみようかなみたいな。で私の2023ってそれで言うとなんかこの今2023を真ん中にしてこう 5年で見ると一番私今年下がってるかな。でこっから上がってくみたいな感じ。そう、でもそれもすごく当たってるなと思ってるか。で32歳の時が一番こううおんって上がるんだけど、それに向かってこう緩やかに上がっていく感じ。そうだから今が多分一番低い、ここから上がっていくよーみたいな感じ。うん、だから今こう今がこう一番いろんな経験して積み上げてっていかないとって感じの。うわ待って、待って、嬉しい。ちょっと今ごめん全然関係ないいやお父さんから今で、そうお父様、私のお父様からそう LINE が来て嬉しい。
や私が誕生日さなんか欲しいものってさ家族に聞かれてたんだけど本当になんかなくて思いつかなくって本当気持ちだけで大丈夫だよって答えたらもうなんかあの考えてくれて私があの新潟行った時にこのお酒がねすごく美味しかったんだってこの間会った時にそう日本酒がすごい美味しかったんだよっていう話をしたら八海さんの他にもなんかいろいろ書いてちょっと一瞬こう下がってきただけだったから分かんなかったんだけど大吟醸なんかなんたらかんたらって今送ってくれるのかな。やったー今すごい嬉しすぎてさそのまま話しちゃったごめんねお父様嬉しくてそのまま来たラインそのまま世界に大発信しちゃったまあいいや。電話来たけど切っちゃった。ごめんなさい。配信中だからごめんお父様。申し訳ない。ちょっと後で折り返し電話します。ごめんなさい。他にもわーって書いてあった。また何の話だか忘れちゃったんだけど、なんだっけ。あ、占いの占いの話したんだと。今年やばかったんだ。なんか気分がね、もちろんこうお仕事頑張ってはいたんだけど、それももらったものもめっちゃ全力でやってはいたんだけど、なんかどこかこうねえなんかうーんって思いながらやってしまったなっていうところが。そう。別にそれはなんか気を病んでるとかそういうわけじゃないんだけど、あ、まあね、そういうのもあったと思うんだけど、まあそういう意味で言うとなんかね、ぼーっとしちゃってた。ぼーっとではないかな。なんか余計なことを考えながら、心ここにあらずみたいな瞬間がちょっとありすぎたかなっていう感じはしてる。悩みとかじゃないな。悩みじゃない。ああなんでそうなっちゃうんですかっていろいろ思いながらねやってたなとか。まあこれはそうだね、もう少し時間が経った時に話せるようになるのかな。なんか今言うとただのね攻撃っていうか、ただ不満言ってる人みたいになっちゃうから言わない方が賢いんだろうなと思って。いや自分のためじゃなくて、
き寝入り全然そういうそういうのじゃない全然。まあ言ってもしょうがないっていうか。うん。言ったところで何もね変わらないから。うん。でもそんなことしてたらダメだよって終わっちゃうよって思ったりなんだりっていうねあるよね。そういうことね。いろんなところで。え、でもそんな別に私はストレスがたまるとかそんなにないから大丈夫。仕事の悩み？悩みじゃないかな別に。仕事の悩みはなしかな。うん、なんとにかくやるしかないって感じだから、そこに対して何か不満、個人的なことで何か不満は思ってはないかな。もう本当に実力だよなってやるしかないなっていう足りないものはもうやって補っていくしかないってすごいそういうシンプルな、うん、感じだから、もっとあそこはしてほしいなみたいな、なんかそうそう、すごい健康的な健全なシンプルな話なので、こっちの我は全然大丈夫。コロナとかそのちょっと前の時とかのに比べたらもう全然、でも飛躍の年は、え、今年？え、そう見える？自分では分かんないな、これは分かんないや。そう見えるんだったらよかったけど、自分的にはそんなだったかなって感じ。まあでも長い目で見たらそういうタイミングもあるだろうから、それをたまたま今年それが回ってきただけっていうか、まあこの1年さえ乗り越えちゃえば、あとはもっと自分が調子づいてくのかなって感じにそれぐらいに思ってる今は。ねえ、あんまり焦ってもねダメだからね。調子に乗りたい、え、そういうことじゃない、調子に乗るってそっちの調子じゃなくて、もっと堅実的な方の調子悪乗りの方じゃなくてね。と言って別にそんな全然焦ってないっていうわけでもないんだけど、こう焦るっていうものにもなんか種類があるっていうか、あんまり良くない焦りと感じるべき焦りっていうか、それはちゃんと自分で分かっているつもりだから分かってるつもり
いやでももうそろそろ資格っていう文字を見ちゃったから言うけど、もうそろそろねお車の免許は取りたいですね。めっちゃ取りたい。もう一人で お出かけしたい車運転したいですね。持ってない。身分証明とか本当大変だなって。いつもさパスポート持ってるわけじゃないからさ、顔写真付きのって言ったら本当にないからさ。普通の人はやっぱさ運転免許証を見せてそれで済むじゃない。そういう車運転する人はやっぱりさしょっちゅう運転するから持ってるけどさ、見放さずこう持ってるけどさ、パスポートなんて本当に持ち歩ってるわけじゃないからさ、出直してっていうことが多いから、それだけもうややこしい。顔見せればいいの。本当だよね、顔なんてここにあるじゃんかっていうダメって。岡部凛で検索してそれで一致じゃダメみたいなね分かってるよ、うん分かってる、それは分かってるよ。やば世界の100人に選ばれてるのやば選ばれてないし、選ばれてない。クロちゃんもさなんかことあるごとにそれをすごい紹介してくれるけど、別に選ばれてねえのよ別にありがたいですけれども、ノミネートされた時だから。また選ばれたのなんからしいよ今年も。別にそんな話題にもなってないんだけれど、実はひっそりとっていうね。顔切れもやったーやった、褒められた、やったね。優しいね。全然努力家じゃないよ私。なんかちょっと人ってモチベーション上がるとグーって集中できるんだけど、常時そうかって言われても全然そんなことない。本当に短期決戦とかだったらいけるけど、長期間のねあれはねダメだね私は、できない。近づけてるめちゃめちゃそのタイプ私、本当にそう、本当に自分が得意とかなんかいろんなものが条件がすらないと思うのでできない。本当夏休みの宿題とか計画的に終わらせたこと一度もない私。もう無理、多分無理なんだと思う。これ小学生とかからもうずっと、幼稚園生の時だね、うん、そういうものができた時からもう絶対もう終盤の方で焦ってやってる人だからダメだね。もうこれもう生涯変えることできないと思う。
でもさ、それをさ一気にさできるんだったらさ、もっとなんかそのパワーどっかで使えるんじゃないのってね、損してるよね。極端、アンケートなんかもす、あ、でも極端だよ。来てすぐに答えるか、もうそうじゃないかもう中盤とかないのも。でも最近はもうアンケートないから、もうそこはすごい救われてる。いやもうほんとオンオフね、ほんとね、0か100って感じ。県民賞、あ、あるよ、アンケートあるある。こういうなんか食べ物とか食べ方とか、こういうその土地のなんかお祭りとか、そんな知ってますかとか、知ってたらどんなあれらがありますかとか、うん、聞いてくださりますよ。ゲームキングダムの時なんか、あー、でもある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 、あれはやっぱあの差し入れ、なんかスイーツ何かおすすめのものありますかとか、オリジナルのゲームありますかとかかな。ボートレースは一回もね、そうそういうのなかったな。え、一回もないような気がする。まあないよねボートレースはないね。うん、ミラモンもアンケートはないかな。収録の前に本当に、あ、でもなんか本当にね、毎回何の未来モンスターかは知らされないんだけど、本当に VTR 見てそれがファーストリアクションって感じなんだけど、でもある未来モンスターの家族はこういう感じで、そう、普段こういうことしてるから、もしかしたら岡部さんにもあのこういう質問いくかもしれないですみたいな、そういう軽いって言ったらあるかもしれないけど、そういった打ち合わせをしたりとかあるかも。はじめましてだって、はじめまして。なあちゃんから変わって何ヶ月、あ、ななさん、春頃だ、あれあれ、いつからだっけ。え、もしかして去年からになるのかな。今年ってもしかしたらいないのかな、ななさん。だってね、それからね3人の時があって、で途中からこたつ形式に戻ってゆいゆだったもんね。
そっかそっか私たちあれを掘りごたつと呼んでいますさん会ってない気がするな。会ってないけど、でも SNS で見るからってような気になっちゃってるよね。会ってないかもしれない。あれ、今何時？何時今？ちょっと時計を身につけてくるの忘れちゃった。待って、本当に言ってる？やば。終わんなきゃ。やばやば。そんなに時間が経つと思わなかったわ。まあね、明日会えるから会える人はって感じだけど急だったもんね。明日お時間ある方は水戸でお会いしましょう。いやでも比較的茨城で帰れてるなって感じする。お仕事で、うん、桃鉄絶対に負けないで。ああでもあ、そうなんだ、やっぱ勝ち負けのゲームなんだ。ゲームだからそっか。なんかこうお金を稼ぐか稼げないかみたいな、そういうゲームっていうことは伺っております。ないから、わかんない。やばいやばい、サイコロゲーム。じゃあ別にさ、把握してたってあれかな。で、運なんでしょ。ああ、もうそんなんもう、もう無理だ。予習したしてたところで、ねえ、もう運なんだから。よし、明日の運がいいと信じて。わかんない。まあまあ、じゃあ明日お会いしましょうということで。ありがとう。じゃあね。おやすみ。明日楽しみましょう。切るよ。じゃあねー。また来まーす。お付き合いいただきありがとう。またね。バイバイ。